福江ダムは、長崎県五島市吉田町、福江川、水系福江川に建設されたダム。高さ21.6メートルの重力式、コンクリートダムで、洪水調節、不特定利水を目的とする、長崎県営の治水ダムである。福江川は、過去より、幾度も川崎の小ささを原因とする氾濫被害に、見舞われており、1963年8月洪水を、機に、 河川改修に着手したが、着手より4年後となる昭和42年7月に死者を含む過去最大の洪水被害を被ったことから、1971年に福江ダム建設に着手することとなった。総事業費は12億7000万円。しかし、長崎県による2015年2月の福江川水系河川整備基本方針によれば1975年のダム完成。 および1990年の河川、改修完成後においても上流域、支流における治水事業は完了しておらず、今後も治水対策の継続が必要であるとしている。石、ポンプなどにより取水され、上流域のうち、闇ダムともども農業用水の安定供給源として利用されている。ダム上流域には植林も含むし、河杉、ヒノキ山林が広がっており、 野鳥はカシラだか、キジなどが、数多く生息している。また、沿線河道内には絶滅危惧種通類のメダカ、南日本集団、絶滅危惧種愛類の日本石亀などが生息している。ダム湖周辺の利用は釣り、散歩、公園利用などが見られる。ダム入り口に公園が整備されており、桜並木が植樹されている。ありがとうございます。